Tell us about your creative discipline and what inspired you to begin to perform, and why do you think it's important for our modern society? 普段のさくらさんの活動についてまず教えてください。あと活動を始めるきっかけになったもの、何かインスピレーションがあったら教えてください。はい、そうですね、今私は東京都内で DJ、作曲家、そしてまあこういったパフォーマーの活動をしています。そうですね、活動を始めたきっかけは私そのパフォーマーとして活動する前に、音楽療法士として活動していて、音楽のそのヒーリングの力、音楽がこう、もたらすこのパワーみたいなのにすごいインスパイアされまして、で自分もそういった表現をしてみたいなと思って、まあ、作曲、あとはまあ演奏などしております。今のこの現代の社会においてそういった活動が持つ意味とか何かありますか？そうですね、まあ、今このコロナ禍でこういった体験型の演出ですとか、まあ、作品のあり方っていうのをすごい今問われてると思うんですね。なので、まあ、こういった中でこう作る作品っていうものですので、まあ、よりこういろんなこうところ、今まで意識しなかったようなところを意識するようになったり、こういろいろこう問われてる感じがしてます。なのでまたそういったところをうまく表現できるように今後も、はい、精進していきます。はい。 Okay. Do you have any particular favorite traditional Japanese arts and crafts that you like or that you use every day in your own life? そうですね、日常的に何か好きな使ってる伝統工芸品だったりとか、これから使ってみたいなと思ってるのありますか？そうですね、私陶芸、器がとても好き で自分もこう陶芸体験みたいなのは行ったことがあるんですけど、本格的に習ってみたいなと思ってまして、なんでかというと音楽をまあ取り扱ってると、音楽って形がないので、こう手で触って作れるものっていうのをすごい作りたくて、あとはまあ粘土っていうものが、その土のなんて言うんでしょう、こう土のまたその音楽に似てますけど、そのパワーみたいな自然のエネルギーみたいなのを感じられるところがあって、この粘土っていうものにすごいこう興味があります。 Okay, so the theme of this today's event is revive. Can you tell us how this will influence your performance today? そうですね、ごめんなさい、さくらさんすごく英語がお上手なので、今回のイベント、リバイブっていうテーマで復活するっていうテーマを掲げてるんですけど、はい、今日の、さくらさん自身のパフォーマンスにどういったインスピレーションを与えますか？はい、そうですね、一番、まあ、今日45分の中で表現したいのは、最初から最後のこの間のこう少しずつ変化を遂げていくその過程っていうところをこううまく表現して、そして皆さんにもそのどん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 こう形がこう結晶化していって変わっていく、その流れっていうんですかね、このこうなんて言うんでしょう、今こういったコロナ禍で揺らぎが、いろんな揺らぎがたくさんあると思うんですけど、その揺らぎにこう対応していくような、こう生まれ変わっていく流れと、こうそうですね、で最後に山部さんという老舗の方と、どんどんこうテンションが上がっていくところがあるんですけど、そこに向けて私はどん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 こうビルドアップしていくような演出をしようと思っています。 Okay, so today's event is also being held at Atago Jinja, a very unique and traditional place in Tokyo. Can you tell us, do you think that will affect your performance? How will itAffect your playing today? はい、そうですね。やんだ。やんだ。今回この愛宕神社という東京でもすごくスペシャル、ユニークな、神聖な場所でイベントを開催させてもらうことになって、その場所っていうのがそのさくらさんの今日のパフォーマンスにどういった影響を与えると思いますか？そうですね。私は神社に行くのがとても好きで、よく神社に行ってますし、あと家も神社の隣に住んでるくらい神社っていうこの場所とこう神社のエナジーがとても好きなので、結構ポジティブな気持ちで、演奏ができるかなと思っています。で、あとは私結構弁財天様が大好きなので、こう見守られているような気がしていて、とても、なんて言うんでしょう、コンディションはとてもいいです。
Right. Okay. What do you think will be the future for traditional Japanese arts, but also for your art as well, for music? いろいろなコラボレーションを楽しみたいと思っていて、まあ、今回もそうですけど、今回初めてその華道家の方、武道家の方、そして太鼓の方とこう一緒に、もうなんて言うんでしょう、コラボレーションのこう祭典みたいな形でこうやってご一緒させていただいてすごい嬉しいです。でこういったコラボレーションをもっとたくさんやっていきたくて、決して音楽のコラボレーションっていうよりかはもっとあのこんな組み合わせいけるのかなみたいな、ちょっと面白いコラボレーションを今後もし機会があればやっていきたいと思います。でそういった他の人とまあ共演することで私は結構こういろいろ吸収して自分のテイストもどんどんこう変わっていくので、その過程を私は楽しむのが好きで、今後も そのような活動をしていきたいと思っています。ありがとうございます。 Okay. So lastlyDo you have any particular message for all the people around the world that will see you perform today for the first time? 今回のこのイベントを世界中の方に見ていただくんですが、あのメッセージをぜひお願いします。そうですね。まずこういった伝統的な芸術をまず楽しめる突破口になると思うので、いろいろその日本の伝統の表現の仕方ってたくさんあると思うんですけど、今回の演出はとてもこう最先端というか、こうとてもモダンでこう今の時代のにぴったりな作品だと思うので、はい、皆さんにも楽しんでいただければ嬉しいです。Okay. Thank you very much, Sakura-san. Thank you. ありがとうございました。